はい、深谷選手です、はい、地元名古屋での G1 開催どう？まあ、やっぱりお客さんがいないのが寂しいですけど、うん、画面越しにいいレースを見せたいです、ね、戦い方はもういつもと一緒だろうから、まあ、そうですね、しっかり力を出し切って頑張ります。コンディション的には体調自体は悪くないので、あとはその競輪に対する適応だと思います。練習の中身はもうこうずっと数年変わってないでしょ？そうですね、もういつも通りの練習なんで、ね、はい、で当然スピードもついてるわけだし、うん、まあ、持久力もね、うん、あるわけで、あとはそのなんていうの、レースの中でもうちょっとわがままに走ってもいいかなという、うん、まあ、その自分の出し方と競輪のルールに対する取り組み方の問題だと思います、うん、ね、見てる人もね、うん、もうやっぱり深谷の強さというのはみんな知ってるわけで、その強さはやっぱりこう遺憾なく発揮してほしいという。そうですね、全力で出し切りたいと思います。普段さ練習ベロドロームでやってるじゃない、うん、とやっぱりその外でもやるの？外はほとんどないんで、うん、あっても月1回あるかないかですね、うん、はい、この暑さはどう？暑さはやっぱり苦手です ね、はい、ね、なんか対策考えてきた？まあ、やっぱり名古屋競輪場の独特の問題なんですけど、うん、検車場が寒いので、うん、その寒暖差の対応っていうのはちょっと考えないといけないなと、うん、まあ、それがねやっぱり5日間、まあ、前傾で6日間いるわけで、うん、行ったり来たりしてるうちにね、うん、やっぱりちょっと、ね、おかしくなることもなくはないだろうから、うん、それにちょっと気をつけないとね。そうですね、出走直前は特に気をつけたいと思うので、うん、ちょっと暖かい場所を探してそこに行こうと思います。あとはねアップのやり方、うん、まあ、アップはそんなに普段と変わらずで大丈夫だと思うので、そのアップ終わってからレースまでの間の過ごし方が重要になってくると思います、うん、7車線のレース走った？走ってないよね。まだですね、この次に松戸の記念で初めてです。ということは全く、はい、頭の中は9車のままでそのままいるってことよね。まあ、そうですね、でも普段競技で2車立てなんで自分は、うん、まあ、そういった意味ではで競輪9車立てで走ってるしかないから、うん、あんまりいろいろ考えることないよね。まあ、普段通りですね、はい、他の選手多分ねちょっといろんなものがインプットされてると思うんだよね、うん、まあ、自分のスタイルからすると多分9社も7社もそんなに影響がないとは思うんで、うん、まあ、次が楽しみですね、はい、まあ、今回しっかり優勝目指して、はい、頑張ります、ね、はい、地元でもあるし。そうですね、地元の選手あんま多くない？そうですね、少ないですね、意外とね、はい、だから深谷が頑張らないと。まあ、みんなで力を合わせて頑張ります、はい、では、はい、ファンの皆さんに一言、はい、画面越しからも迫力が伝わるようないいレースを見せれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。